マルシオ・アゼベドことマルシオ・ゴンザガジ・アゼベドは、ブラジルのサッカー選手。ポジションは DF。パライバ州グアラビラに生まれた。EC ・ジュベントゥージの下部組織から2004年にトップチームに昇格。当初は出番がなく、初出場は2006年12月3日になり、この試合も5から3の敗北であった。その後は、出場機会が増えたものの、レギュラーの座はつかみ取れなかった。 2007年夏にホルタレーザイイシに期限付き移籍。30試合10得点の大活躍を見せた。この活躍によって2008年にアトレチコパラナエンセに移籍。レギュラーとしてプレーを続けたものの2010年には怪我によって戦線折り立つ、その間にレギュラーの座も奪われ移籍となった。2011年1月1日にボタフォゴ FR に移籍。 新たな怪我によってシーズンの多くをベンチで過ごすこととなったが、クラブは彼を重視した。翌シーズンはその回もあり、レギュラーとして出場を重ね、ヨーロッパからの関心を買った。2013年2月27日に、ウクライナプレミアリーグの FC メタリストハルキウに300万ユーロで移籍。このクラブには、クレートン・シャビエル、ビリアン、フィニーニョ、ジャジャ、 マルロスと5人のブラジル人が在籍していた。2012から13シーズン後半だけで8試合に出場した彼は翌シーズンには替えの効かない存在として活躍した。この活躍が FC シャフタールドネツクの監督ミルチアルチェスクの目に留まり2014年8月17日に4年契約で移籍移籍金は400万ユーロとなった。2015年3月9日に 怪我のため4ヶ月ほど離脱。その後も完全復帰とはいかず、2017年5月になるまで怪我に苦しみ続けた。2017年12月末にギリシャスーパーリーグのポックテスシャロニキに期限付き遺跡。マリン・レオバツの後釜としての遺跡であった。レンタル料は半年で40万ユーロであった。2018年7月24日に、 アトレチコパラナエンセが2019年末までの契約で加入を発表。同年12月17日に2020年末まで契約を延長した。ありがとうございます。